はいどうも TQQ です。今回はオーバーウォッチ、やっていくんですけれども、新しいマップハバナ来ましたね。ということでアーケードでモードが来てたのでやっていきたいと思います。これペイロードやね。第1、第2、第3まであるペイロードなんですけど、前にアーケードというかあれ何やったっけ、まあ、ありましたよね、あのモードのマップです。ランクマッチとかも多分実装されると思うんですけど、まあとりあえず今はアーケードでできるということなのでアーケードでやっていきます。ソルジャーを使っていきたいと思います。まあ後半ちょっと半蔵もやっていこうかなと思っておりますのでよろしくお願いします。はい、で構成はまあ、いいでしょう。アーケードなんで適当で、まあとりあえずどこが強いんかなっていうね、ヒットスキャンを、まあ、メインで使っていく、まあまあソンブラとかゲンジとかトレーサー、そしてまあヒットスキャン系を使う上でどこら辺が強いのかっていうのをちょっと探っていけたらなと思います。まあソルジャーなんで正直打って走って逃げてまた打ってっていうことを繰り返すんですけど、その中でまあマップのどこら辺が強いのかなっていうのをちょっと考えつつやれたらいいなと思って、やっております。まあもう初めなんかここでもう止めちゃってるような感じなんですけど、まあいいんでしょうね。これ L 字になってるんで L 字をうまく使ってその角で守ると、多分ここで守らへんかったら1回で第1チェックポイントまで進められてしまうので、ここら辺で守るのでいいと思います。でずっと下にいるんですけど、上に上がれるんですよね。上に上がれるところがあるのでそこに上がって、敵を、まあ、上から火力出していくのがいいんじゃないかなと思います。でバイザー溜まったんでバイザー普通に入って、残ってるヒーローもいるのでそれをまあ仕掛けていくということですね。まああのランクマッチになってまあやるとまた違った戦い方っていうのがあると思うのでちょっと楽しみですね。いつ来んねやろな。ランクマッチ実装せえへんとかはないでしょうね。前のまあそうやな、ペイロードが来てよかったなって感じですよね。またアサルトやったらね嫌になりますもんね。良かったですねペイロードで。まあ自分的には嬉しいですね。ペイロードやったりコントロールが好きなので、そこら辺のマップを結構追加して、まあ、できればアサルトを2つくらい、まあ、消してほしいなというふうに思っております。はい、で、まあ、ペイロードに隠れながら撃ってるんですけど、ペイロードがなんかバスみたいなちょっと変な感じなんですが、源氏の龍剣は止めることができて、まあ、この高台に登ってタクティカルバイザーを受けていきます。ルシオが見えたんでルシオはやれそうですね。ちょっと食らってるんでヒールパックを1回取りました。で、メイちゃんの氷付けで結構氷ついてるんで前押ししてるもののタレジーにここはやられちゃいましたね。うん、まああの今自分が登ったところと、まあ、その手前にちょっとまだ高台が2つぐらいあるんですけど、まあ、結構防衛する上ではそこら辺取られるときついので、そこら辺のケアが必要なのかなと思いました。今見えてるちょうどこの真後ろの高台ですね。そこから撃ってもよかったんじゃないかなと思います。まあ、やっぱ血のりを生かしたら結構強いんで、やっぱそういうところ相手ソンブラ出てきましたね。ちょっと後ろに位置を下がってます。で、左か右の高台の方で防衛すると結構まあ火力出ていい守り方になるんじゃないかなと思います。でもまあソルジャーって最近なんかまたミンクなったなと思いますね。なんか火力が上がったんで結構使われて OP とかになるんじゃないかなって思ってたんですけど、なんか実際そこまで出るかって言われたらそんな出てないので、まあやっぱ OP ってとかではないのかなと思います。今のピーってなんか結構こう裏が減ってしまったんですけど、あしからず、まあ昨日またちょっと飲んじゃいまして声が変な感じになってます。はい、で第1チェックポイントは通過されて、まあ、第2チェックポイントですよね。ここもね結構難しいというか、まあいい感じやなと思います。正直高台をこれ高台から全員高台にいる感じですよね。俺の目から逃げる。総攻撃からプシュプシュ盾を割っていきます。溶け方が半端ないですねやっぱり。ここのポイントはかなり高台が強いと思うので、まあ、高台にいて、見下ろしてペイロードを止めるという感じだと思います。
まあ、どうしても攻撃側は下に何人かいてペイロードを押さないといけないんですけど、こっちの防衛側は上の方から追っても防衛はできるので、まあそこら辺は防衛がしやすいんやないかなと思います。まあ取られるとすれば、まあ結構後ろから荒らされたり、あとはもうスナイパーで抜かれたりといったような感じですかね。あとゲンジとかもすぐ上登れるんで、やっぱトレーサーとかよりゲンジの方がまあ活躍しやすいんじゃないかなって個人的には思います。はい、でゲンジがうざいっすね。ちょっともう自分のとこにめっちゃ絡んでくるんですけど、ここはやることができましたね。で上はちょっと取られてるんで引き気味にはなっております。こういうとこって縦おらんくてもなんか正直いける気がするんですよね。相手縦寄ってペイロードで、まあ、攻撃側はいいんですけど、防衛側としてはなんかいろんなところから打ってキル取れるポイントを探していけばいいんじゃないかなと思います。ソンブラがねなんか追って、ゲンジも追って、ナイスイモータリティフィールドで助かりましたね。これタレットで、ロードホックがやられてしまいましたが、まだいけそうな感じはございます。ゲンジがねやっぱややこしいですよね、高台の。とりあえずアルティメット溜まったんでアルティメットを履いていきたい感じですね。総攻撃出るぞ言うて、まあとりあえずまあ相手 EMP 履いてきたんですが、バイザーは止めれないんでラッキーでしたね。アナンの兵士をバキバキバキ、めっちゃ気持ちいいですね。オリーサにナノブーストかかってるんですけど、これは止めれましたね。でモールテンコはいたんですが、タレジーンをやりまして、うん、止めれましたね。まあ、こういう感じで見るとソルジャーめっちゃ強いなと思うんですけど、まあ、ウィドウメーカーとかね、やっぱ半蔵とかに頭にパチン抜かれたらもうそれで終わりなんで、まあこのゲームスナイパーは強いですよね。やっぱり一撃で死ぬからな。死んだ後後悔しても遅いっすからね。なんか甘い動きして頭抜かれて、いやマジごめんとか思うけど、死ぬ前はそんなこと思ってへんから。やっぱり砂がクソって言われるゆえんはありますよね。はい、ここ龍剣で切られたんで、自分は死んじゃいました。はい、で、スナイパー使っていきます。半蔵ですね。第2チェックポイントを取られて、まあ、第3になります。で、1分30秒で第3も、まあ、こんな感じのマップで、本当アーケードにあったような、あコープか、コープや、うん、そうコープにあったマップと同じです。で今回まあ第3まで取れたんですごい良かったなと思います。 GG な試合ができて良かったんじゃないかなと思います。でこう龍剣飛んできたんですが、このアンプリフィケーションマトリックスのところに、おいしょー、俺の目も頭でいく。アンプリフィケーションマトリックスのところに電光石火入れてるんで、まあ、火力も結構でかいんじゃないかなと思います。オリーサも頭でやれて、モルテンコーは来てるんですけど、ここはまあ大丈夫じゃないかなと。あ落ちましたね。あそこ登られへんねんな。うんうん、登れると思ってましたね。なんか返しがついてて登られへんみたいな、なんか刑務所みたいな壁になってるんでびっくりしましたね。出会い残り20秒ですね。まあウルトが溜まるんで、ウルトをまあなんかこうええ感じに刺さるんじゃないかっていうポイント、まあ好んでなんかくぐる門みたいなところを横切って打てばいいんじゃないかなと思います。こういう感じで斜めに打てば意外と刺さりやすいんじゃないかなと思いますね。でソルジャーいるんでソルジャーを追っかけておりますが、バティストがやってくれて、あとはまあ流れですね。大車なんで結構多分向こうのリスも遅いので、そのまま勝ったというような感じです。いやなんかどうやろうね、ランクマッチでやってみないとわからないですけど、まあ結構まあおもろいなというか、まあペイロードなんで、まあゲームルールとかも好きな感じじゃないかなと自分的には思います。まあ他に回復パック、そう隠し回復パックがあるみたいな話を聞いてたんですけど、多分もう修正されてるっぽいですね。一応こういうとこにあったんですが、まあ今はないですね。で一応ソルジャーっていうか、まあヒットスキャン系使ってて、まあ強めの
ポイント的な、まあ、流れを一応ご紹介すると、このなんかこのドラム缶じゃないな、なんていうんやろ、このでっかい置物があるんですが、ここの上に登ることができます。この金色のやつね、ここに登って、まあ、半蔵とかウィドウとかで狙うと結構相手びっくりしてる場面もあったので、まああの最初のうちは使えるんじゃないかなと思います。まあすぐにバレるというか、まああそこをクリアリングする人も結構多いと思うんでバレるんですけど、あとこういうとこも行けますね。でこれは防衛側ではあんまり登りにくい場所なんで、ここに関してはまあワンチャン狙ってもいいのかもしれないですね。でさっきのところからヘリックスロケットとかで、向こう側に渡れるので、逃げ道も確保できるんじゃないかなと思います。こういう感じで、まあ、戻れるので、まあね、とりあえず始まってから、まあ、ランクマッチとかで回してこのマップを引いて戦って、まあ、感想とかがまた伝えれると思うので、それをまた動画にしていきたいと思うのでよろしくお願いします。ということで今回はハバナで、ソルジャーとハンゾを使った動画でございます。この動画良かったと思いましたらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、じゃあねー。